2017南米ユース選手権は28回目の南米ユース選手権である。2017年1月18日から2月11日にかけて行われた。ウルグアイ、エクアドル、ベネズエラ、アルゼンチンが 2017FIFAU-20 ワールドカップへの出場権を獲得した。当初は5会場で行うはずであったが、エスタディオラコチャの改修工事が間に合わなかったために4。 会場となった。現地時間2016年12月7日11時にパラグアイのルケで抽選が行われた。前回王者のアルゼンチンとホストのエクアドルはグループ A とグループ B のシードとなり、その他は前回大会の結果をもとにポット分けされた。各グループ3位までが決勝ラウンド進出。勝ち点が同じ場合、順位は以下のように決める。 特殊点差特典直接対決結果く以下、すべての時間表記は ECT。コロンビア V パラグアイエクアドル V ブラジルブラジル V、チリエクアドル V コロンビアブラジル V パラグアイエクアドル V チリパラグアイ V チリコロンビア V ブラジルコロンビア V チリエクアドル V パラグアイウルグアイ V ベネズエラアルゼンチン V ペルーペルー V ボリビアアルゼンチン V、ウルグアイペルーヴィベルンン V ルーヴィベネズエラアルゼンチン V ボリビア ベネズエラ v ボリビアウルグアイ v ペルウルグアイ v ボリビアアルゼンチン v ベネズエラコロンビア v ベネズエラウルグアイ v アルゼンチンエクアドル v ブラジルコロンビア v アルゼンチンウルグアイ v ブラジルエクアドル v ベネズエラブラジル v ベネズエラウルグアイ v コロンビアエクアドル v アルゼンチンエクアドル v コロンビアウルグアイ v ベネズエラブラジル v アルゼンチンアルゼンチン v ベネズエラコロンビア v ブラジル ありがとうございます。